山菜とは、中国語で、模倣品、偽物などの意味を持つ言葉である。現代ではさらに派生した意味を持ち、2000年代以降に、ネットで広まった用語として、2012年出版の、現代看護師展第ご飯に収録された。山菜文化の中心地であった頃の花強北、か勝よ電子世界イノベーションへの道を模索しながら、普通の電気街になりつつある花強北。 勝吉電子世界あらゆる山菜機のパーツが揃う花、強電子世界の内部、山菜とは、もともとは中国語で文字通り、山に囲まれた際を意味する言葉である。水古殿においては、山賊の住みであった山菜を交換だが両山クと名付けて拠点としたことで知られる。そこから転じて、模倣、偽物、ゲリラなどを指す、どちらかといえば、否定的な言葉であった。 しかし、近年では、反主流の文化の代表という肯定的な意味でも使われるようになった言葉である。言うなれば、模倣、偽物に文化としての価値を乱す用語が山菜である。2000年代以前には、アップルなど有名メーカーのコンピュータや家電製品などを模倣した山菜机がブームとなった。2000年代以降には、 アップルの iPhone などを模倣した山菜で机がブームとなったが、技術の進歩で有名メーカーの正規ブランド品が安価に供給され、ようになると廃れる運命にある。当局の指導や政策の変更によっても衰退し、有名ブランドの模倣品が陳列された露店が大量に並ぶ中国の山菜文化の象徴であった北京の収水市場も2007年にリニューアルで、 ショッピングモール、周水街となり、当局の旅重なる指導もあって2010年代には、模造品が一掃された。都市の外観そのものを模倣した、山菜建築も不動産バブル崩壊で機場と呼ばれる、ゴーストタウンとなった。山菜地の腕机ブームが終了した後の2010年代、中盤の現在は、キクスタターなどのクラウドファンディングでアイデアを公開して、 資金を集めている商品を先に勝手に作ってしまう。キクスタターブームの最中。キクスタターで成功したプロダクトが先に山菜に作られて遠たからもうで販売されてしまい、自分が参入する頃には市場がコピー品で溢れ返っていて、全く利益が出ずに死にそうになるのを中国語で山菜師と呼ぶが、逆にキクスタターで失敗したプロダクトを勝手に作ってくれている例や、 そのような技術力とスピードがある山菜メーカーと正式契約して公式のプロダクトを作らせた例すらある。エリート階層が主導するイノベーションではなく草の根が主導する模倣の積み重ねによるイノベーションを山菜精神と呼ぶ。山菜机は完全な模倣品ではないユニークな製品が多い。一方、単なるコピーは陶板と呼ばれイノベーションを感じる山菜とは 区別されている。現代の山菜は、関東省の新鮮にある。ここではサムスン電子、大鳥海精密工業などのハイテク企業の製造工場とその下請け工場が集積しているが、大手の要求に応えられる高い技術を持ちながら、世間に評価されない中小工場らが様々な、法的にグレーな山菜机を作っている。新鮮の流下にはこれらの工場に労働者を、 紹介する職業紹介業者が集まる三和人力市場が形成されている。ここからインターネットやスマートフォンを使いこなし、電子部品工場での組み立て作業をこなせる95世代が工場に供給されているが多くは日雇いであり、仕事を終えると数日間オンラインのゲームやギャンブルで散在し、また日雇いの仕事を探すという自堕落な生活スタイル。 三は大見和に陥るものも多いという。新鮮の特筆すべきは、山菜メーカーの大さよりもそのスピードで、企画から製造、販売に至るまでのエコシステムが完備されているため、商品化までの時間が短いことである。そのため、海外の企業家がネットのクラウドファンディングサイトに企画を発表して、資金を集めきる以前に、新鮮の山菜メーカーが企画を横取りして、 資金を集めメーカーに製造させてネットで販売するところまで持ち込むことができる。そのネットよりも速いスピードを見越して新鮮には自分のアイデアを山菜メーカーに作らせようとするベンチャー起業家なども集まり、ついにはオリジナル製品で世界市場に進出したり大手メーカーと公式に契約する山菜メーカーも現れている。新鮮主福田区にある 世界最大の電子部品外、花強北では、あらゆる山菜机用のパーツが売られており、iPhone と限りなくそっくりの当番や iPhone の本物を超える、機能を持つ山菜机どころか、どこかで入手した iPhone の本物のパーツを使用した本物すら作れるほどであるが、山菜スマホブームの終了と、当局の指導によって、VR やドローンなど次のブームを模索しながら、徐々に、 普通の電気街になりつつあり、1980年代の秋葉原を彷彿とさせるような混沌ぶりはなくなりつつある。あらゆる有名ブランドの模造品が並ぶ巨大な山菜市場であった頃の北京、秋水市場。中国の社会主義市場経済の第一の特徴は、様々なレベルで自由市場経済を上回るような激しい市場を競争が存在することである。 先進資本主義国においても、激しい市場を競争はシステムにビルトインされており、この点では中国と何ら変わるところがない。中国の特徴は、ルールなき、あるいはルールが曖昧な環境の下で激烈な競争が展開されていることである。その典型的な事例は、香港の画商が築いた大カオル村や、携帯電話産業に見ることができる。携帯電話に限らず、 中国の市場には模造品が数多く出回っている。高級ファッションのみならず、若者や子供向けのファッションにも及ぶ。外国映画の DVD など、1枚100円から200円程度で売られており、本国での公開より早く店頭に並んでいることも、ある。外国ブランドの模造品のみならず、魔王大衆のように、中国ブランドの模造品もある。 北京地下鉄1号線の永安里駅の北側には、中水市場、年間1500万人が訪れ、その90%が外国人である。中国に数多くある模造品市場を代表する場所といえる。また、偽造品対策団体の国際模倣対策連合から会員資格を奪われたアリババ集団のジャックマー会長は、偽物は本物より優れていると発言して、 物議を醸した、このような模造品天国とも言える中国の状況は、必然的に数多くの知的財産権紛争を生み出している。最高人民法院の報告によると、2011年に全国の法院が受理した知的財産関係の民事紛争は6万件近くあった。その半数以上が全体の60%を占める。その他商標関係が22%、 特許関係が13%となっている。偽ブランドが先に商標登録されてしまい、本物が逆にコピー商品として扱われ、有名な無印良品の例のように、中国で敗訴したり、別の商標を使わざるを得なくなった事例もある。実写ブランドを使いつつ、他社の人気のある異常を乗っ取ることもある。アメリカ合衆国のセグウェイからコピーを批判されていた、中国のナインボットが、 セグウェイを買収した際は本家本元がコピーキャットに乗っ取られたとタイム氏に驚きを持って報じられた。3歳主記も参照1990年代まで中国の携帯電話市場はノキアやモトローラといった外資企業が長年市場をほぼ独占してきた。2000年代初頭政府の後押しを受けた大手民族系企業が 外資企業から市場を奪うかのように見えた時期もあったが、薄型化、多機能化など、携帯電話の急激な技術革新について行けずに、それらの民族系企業はのきなみ赤字を計上していた。ところが、赤字の民族系企業を尻目に、非正規の携帯電話産業いわゆる、山菜形態と呼ばれる模造携帯電話産業が、急成長を遂げた。この山菜形態には、 いくつかの類型がありなど幅広い形態が含まれる。生産工程は極限まで細分化され、それぞれの生産工程でルールなしの激しい生存競争が繰り広げられた結果、ある種のイノベーションが生まれ、山菜形態は一部の粗悪品を別にして低価格だが品質は高く、中国国内はもとより東南アジア、中東、アフリカなど世界各地で販売されるようになった。 2007年には1億5000万台の三歳形態が生産され、その半分弱の7000万台が輸出されたという、知能で机ブームとともに有名スマホの三歳机も登場し始めた。2000年代後半には iPhone のコピー商品である iPhone も登場した。iPhone4 の場合、Apple 社が発売する前に模造品が市場に登場したので、本当に iPhone 4の模造品化とネット上で話題になった。iPhone の大半は中国で生産されていたため製造工場の一部から設計図や部品が流出したことが原因と言われている。iPhone はその名が示す通り完全な模造品ではないと主張しひとまず差別化を図っている。本来の iPhone は安くても5万円程度であるが、iPhone は その10分の1の値段で売られている。中には、デュアルシムなど、本来の iPhone にはない機能を備えたものもあると言われる。海外だけではなく小米鍵など、国内有名メーカーの3歳スマホも登場している。2010年代に入った頃から、ファーウェイやトスタなどの有名ブランドメーカーが低価格スマホを発売するようになり、海地味のような一部性能を妥協することで価格を、 抑えたスマホを販売するメーカーも登場。正規メーカーのような保証もなく安いだけが魅力で、蘇生の知れない3歳机の勢いは落ち始めた。また、携帯キャリアから支払われる販売奨励金によって、携帯キャリアと新規契約すると、有名スマホが実質霊減で買える霊減スマホも登場したことから、2013年頃には3歳机の勢いはほとんどなくなった。 ありがとうございます。